皆さんこんにちは私は稲川めぐみと申します今日は人生のターニングポイントというタイトルで短く話をさせていただきます私の人生のターニングポイントは大学を卒業してから約2年後にイエスキリストを救い主として信じたことですではイエスキリストを救い主として信じてから私の人生はどのように変わったのかということについて これから短く紹介させていただきますえ私は大学4年生の時卒業論文の作成や就職活動が目前に迫ってくる中で自分の無力さを感じ生きる希望を失ってしまいましたそのような中ある日本屋さんでぼーっと立ち尽くしているとある一人の人から声をかけられました。そそしてて、の人に勧められて その後、知らないうちにある信仰宗教に通うようになりました。そこで聞いた教えは、行いによって救われるというものでした。最初のうちは、それを聞いてとても人気になった気がしましたが、その教えに従って、どんなに頑張ってみても、救いはどんどん私から遠ざかっていくような感じで、私の内側は恐れや疲れでいっぱいになっていました。 さてそれから約2年経ったっ頃家族や親戚の協力もあり私はその新興宗教から離れることになりましたそして神様の前でこれまでの自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを私の救い主と信じてクリスチャンになりましたそれまでは頑張らなければならないという世界でしたがイエス様を救い主として信じてからは 恵みの世界へと変えられましたこれは私にとってとても大きなことでしたクリスチャンになってからも時々問題や辛いことが起きることはありますでも神様に真剣にお祈りすると神様が一つ一つの問題に最善の解決を与えてくださることを体験できるようになったので本当に神様に感謝しますそして聖書には ててのことについて感謝しなさいといいとう言葉が書かれていますなぜ全てのことを感謝するのかというと「神様は私たち一人一人のことを本当に愛しておられ一見マイナスと思われることの向こう側には神様の素晴らしい祝福の計画が用意されているからです」。そして問題も感謝して神様の導きに従っていく中で「マイナスはプラスに」。 すべてが意義に変えられていくということを、いろいろなところで体験できるようになったことも、本当に神様に感謝しています。あと、聖書の中にこのような言葉があります。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。コリントビトへの手紙第2、12章9節。 ちなみに私のファーストネームは「めぐみと言います」みとはふさわしくないものに神様が一方的に与えてくださる祝福のことだそうです。私は自分自身の内側を見るとああいろんな要素があるなあと感じますがこの聖書の言葉を通していつも神様から有り増しをいただいています。このの聖書の言葉を通して、 私はたくさんの弱さがあるけれど私の弱さを通して神様が恵みと力を表してくださるから大丈夫なんだといつも神様から励ましをいただいて一歩ずつ前向きに歩んでいく力が与えられましたこのようにイエス・キリストを私の救い主として信じてから今までの頑張らなければならないという世界から恵みの世界へ移され 神様の恵みと助けをいただいて歩むことができるようになったことを、本当に神様に心から感謝しています。今日は私の話を聞いてくださりありがとうございました。それではまた。